とかずーっとコンタクトをしている方は注意が必要です。どうもこんにちは、森森です。今回ですね、コンタクトレンズの危険性についてお話したいと思います。皆さん、コンタクトレンズに対してどのようなイメージをお持ちでしょうか？僕は結構近視が強くて、小学生の時からサッカーをするためにコンタクトレンズを使ってました。スポーツとかね、する際はソフトコンタクトレンズはとても便利ですよね。コンタクトレンズは便利であったり、手軽などのポジティブなイメージが強いのではないでしょうか。でもですね、コンタクトレンズは2005年の薬事法の改正によって、高度管理医療機器に分類されています。少し難しい言葉ですけれども、この高度管理医療機器にはですね、他には心臓のペースメーカーとか人工骨があります。コンタクトレンズによって目の角膜の表面の傷とか傷口からばい菌が感染して、最悪の場合失明に至ります。こういった重篤な目の病気が増加しているために、この薬事法は改正となりました。つまりコンタクトレンズはですね、心臓のペースメーカーと同じくらいリスクがあるものなんです。日本では通販とかで買えてしまいますけれども、ドン・キホーテでも買えますよね。あれ本当はいけないんです。医師の定期的な診察が必要不可欠です。心臓のペースメーカーと同じくらい人体に危険性があるということです。とても便利な反面ですね、リスクがあるということがお分かりいただけたと思います。で、コンタクトについて、インターネットで、いろんな情報サイトがあって、簡潔にまとまっているのもあるんですけれども、詳しく書かれたサイトっていうのが全然ないんですね。なので今回は医師として詳しく解説できたらと思います。近年ですね、コンタクトレンズをしている人は日本だけで1500万人以上と言われています。皆さんもコンタクトレンズしている人多いのではないでしょうか。もちろん近視を矯正するだけではなくて、カラーコンタクトレンズをつけている人も多いと思います。日本にコンタクトレンズが普及してから約半世紀が経過しますけれども、最近ではですね、ご高齢の方もコンタクトレンズをするようになりました。近視の矯正だけでなく、治療のためとか、カラコンなどの西洋面のために使われたり、最近ではですね、老眼用に遠近両用のコンタクトレンズ、バイフォーカルレンズとかマルチフォーカルレンズなども出てきています。その分ですね、コンタクトに伴う目の病気、眼障害も増えてきているのも事実です。また年々ですね、新しいコンタクトレンズが数多く出てきて、どのコンタクトを買えばいいのか困ることも多いのではないでしょうか。僕も小6からですね、コンタクトを使っているので、初めは使い捨ての方がいいのか、長持ちの方がいいのか、コンタクト、ソフトとハードってどういった違いがあるのか、こういったことが全く分からなくて困った記憶があります。まず皆さんがご存知のようにですね、コンタクトにはソフトコンタクトレンズとハードコンタクトレンズがあります。結論からまず言ってしまうとですね、ソフトコンタクトレンズを使う人はですね、シリコンハイドロゲル素材で使い捨てコンタクトレンズがおすすめです。ハードコンタクトレンズを使っている人はですね、現在ほとんどこれなんですけれども、RGPCL と言いまして、ガス透過性のハードコンタクトレンズがおすすめです。僕は今もうレーシックしてるのでコンタクトレンズは使ってないんですけれども、僕がコンタクトしていた時はですね、ワンデーのシリコンハイドロゲル素材のソフトコンタクトレンズを使ってました。現在たくさん種類が出てますので、お近くのコンタクトの方に聞いてみて、厳密に言うとこの中でも微妙に違います。で、ハードコンタクトレンズはですね、現在はほとんどが、RGPCLガス透過性のハードコンタクトが処方されています。で、詳しい説明に入りますね。ハードコンタクトレンズはですね、直径が約9ミリ、角膜は約12ミリですね。で、日本人の黒目よりちょっと小さいレンズです。一般的に慣れるまでにですね、双眼感が良くないことが多いです。ですけれども、目に何か障害が起こった時に気づきやすいと言われています。強めの乱視、乱視の度数が 1.5 ジオプトリ以上でも矯正ができます。で、一定以上の乱視が強い人は、ハードコンタクトレンズとかメガネがおすすめです。ソフトだとですね、結構乱視の矯正度数に限界があるんですね。遠近両用のレンズもあります。カラーコンタクトレンズとか使い捨ては、ハードの場合、ほとんどありません。で、ソフトコンタクトレンズはですね、直径が約14ミリ。で、黒目よりちょっと大きいくらいです。一般的にハードコンタクトより双眼感がいいんですけれども、その分目に何か起こった時に気づきにくいと言われています。はじめに結論から申し上げたレンズを勧めた理由は、酸素透過性がいいからです。ではなぜ酸素透過性がいいレンズの方をお勧めしたかと言いますと、そのポイントはですね、角膜の内皮細胞という点にあります。角膜の表面の方はですね、少し傷がついても再生するのですけれども、角膜の内側の細胞、角膜内皮細胞と言われるんですけど、こちらはもう二度と再生しないんですね。
この角膜の内皮細胞が少ない人はですね、まあいろいろな角膜の疾患にかかりやすいと言われてます。で、自覚症状には出ないので、絶対に検査しないと気づかないです。ちっちゃい時からずっとコンタクトしている人は、年取ってきて検査して手遅れだったという方もいらっしゃいます。ですので、角膜の内皮細胞は自分では症状に出ないので、絶対にわからないです。内障、目の中の水晶体という、まあ、カメラのレンズに当たる部分がですね、濁ってしまう病気で、まあ、70歳以上でほぼ 100% 起こるものなんですけれども、この白内障の手術をするときに、この角膜の内皮細胞が少ないとですね、手術ができない可能性があるんです。なので小さい時からずーっとコンタクトをしている方は注意が必要です。またレーシックの適用にもならない可能性があります。この角膜内皮細胞はですね、酸素がないと死んでしまいます。ソフトコンタクトではシリコンハイドロゲル素材、ハードコンタクトではガス透過性のレンズがいいのはこのためです。酸素透過性がいい方が角膜の内皮細胞にとってもいいんです。ソフトコンタクトは双陽感がいい分、まあ、病状が進行してから出ないと症状に気づきにくいです。しっかりこすり洗いとか消毒をしなくてはいけません。消毒っていうのはですね、細菌を減らしはするんですけれども、ゼロにはできません。まあ、しっかりと消毒をしてもですね、タンパク質などの汚れは取れません。タンパク質を取るには、しっかりこすり洗いをしてください。また通販などで買えてしまうカラーコンタクトレンズは、安い分質が悪くて、色素が表面についていたり、酸素透過性が良くないです。裏表を逆にしてしまうとですね、角膜を直接その色素で傷つけてしまったり、そのままつけてもまぶたの裏を傷つけ、結果的に角膜を傷つけてしまうリスクがとても大きいんですね。どうしても買いたいのであれば、まあ、レンズの中に色素がちゃんと入っている、サンドイッチ構造をしているカラーコンタクトレンズを買うと良いでしょう。少し値段はしますけれども、ワンデーが一番おすすめです。僕もずっとワンデーのシリコン素材のソフトコンタクトを使っていました。あと自宅にいるときは基本的にメガネでした。もちろんコンタクトにもメリットはたくさんあります。メガネよりコンタクトは網膜に映る像の変化が少なくて、歪みも少ないので視力が出やすいです。近視が強い人ほど、メガネでは網膜に映る像は小さくなってきます。ですので、メガネよりコンタクトの方が周辺の視野は拡大しますし、近視のメガネより調節反応量が減少する分、目が疲れにくいです。さらにですね、周差もメガネより少ないので、夜間でのピントも合いやすいです。スポーツにもソフトコンタクトレンズは便利ですよね。などなど、コンタクトレンズは実は奥が深くてですね、まだまだお話したいことはたくさんあるんですけれども、本日はこの辺にしておきます。というわけで本日はコンタクトレンズの危険性、最後の方はコンタクトレンズのメリットについて解説しました。少しでもためになったなと感じられましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。本日もご清聴どうもありがとうございました。